8月6日6日来ました、富士登山が行ってまいります。よーし、来たぞー。獅子梅でございます。奥南館です。そしてもう一人ね、はい、千歳広高、千歳広高、どうやら昨日ライブだったらしくて、そうなんですよ、遅かったらしく来れないてか遅刻してるというか、多分欠席じゃねえかっていう来る予定だったんですけども、どういうことなんですか。でもね、ちゃんとね、用意しましたよ、次の人ね、代打、代打ゲストです。ゲスト呼んでいただきましょう。はい、今です、どうぞ。はい、おはようございます。それではですね、これからもすぐ行きたいと思います。はい、ここサッカーの前ですね、これが放送されるのは9月の6日、この3人の富士登頂成功なるかご期待ください。行ってきます。イエーイ。はい、皆様、今中央道を富士山に向けて、通過しております。高井道を過ぎたところです。なんか後ろの席にね、いるんですね。ちょっとどうぞ振ってください、カメラさん。寝てますね。なんで天狗乗ってんだよ、俺。なんで天狗乗ってんだよ、この車。意外とカメラ回るとみんな面白いこと言わないじゃん。ただいま9時50分、談合坂インターチェンジに到着でございます。いただきます。最後の牛になるかもしれん。うまいな。飯も食ったところで10時半です。出発でございます。やるのよ、間に合う。来たぜ、富士山。ただいま11時でございます。朝のやっと富士山が見えました、高速から。だが曇ってる、曇ってる。山の壁、富士国立公園入りました。よーし。はい、ただいま11時40分、よーし。富士のなんだっけ、駐車場に着きました。これから、富士スバルラインに乗って富士5合目まで行きたいと思います。天狗さん、どうですか、天へ帰るつもりは。あ、天に帰るお気持ちはどうですか、今は。最高です。喋った、喋った、また喋った。さあ、これから予定では、夜の7時8時にはとりあえず今日の山小屋に着ければなと思いますんで、また回しながら回しながらバイ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 行こうと思ってますんで、はい、お楽しみにしてください。あらよっ、どうぞ。日焼けをね、注意してね。はい、紫外線ね、黒くなっちゃうから日焼け止めになって、日焼け止めになって。じゃあ、終わった後、天狗のんのんの撮影ありますか。あ、うん、いろいろ詰まってるんで、ね、詰まってる、時間ある。最高。富士5合目来ました。あ、見えてきた、見えてきた、見えてきた。あいにくの曇り空ですが、すでに僕弾丸は頭が痛いと言っております。それではギャグです。ギャグです。大丈夫です。おお、大丈夫。おお、大丈夫。さんがいらっしゃった。大丈夫さん、来ました、来ましたよ、とうとう。あそこ見えますか。見ましょうか。高尾山より高いですか。高いですか。ちょっとさあ、ここで少し気圧を体に慣らしてから、確かにちょっと息苦しいです。そうですね、ちょっと息苦しいね。私呼吸が呼吸が呼吸が苦しいです。呼吸が苦しいです。で、これいける、まあ、予定では6時間後には、はい、上付近まで行けるように頑張りますので、はい、皆さん頑張りましょう。よっしゃ、よっしゃ。はい、さあ、これから登頂期間をしに神社も坂道です。ずっと坂道ですよ、ここ。ここから全部坂道です。全部坂道ですよ。マジでください。下り坂よりいいじゃないですか。下るのは人生だけで十分です。そんなことないです。疲れやすい。それらしく上り坂になってまいりました。すでに足をくじいた天狗さん、取った、また。
やっぱり息がしづらい、うん、後ろから天狗を捉えております。足元気をつけてください。振りですか。いや、やめてください。まだ1号も進んでないですからね。まだ入ったところですからね。いやすごいね。無言になってきました。危険な、危険な足場です。太陽出てきた。あ、出てきましたね。多分今人生で一番太陽の近くにいるぜ。悪くないね。